皆さん、イメタウン光の森の南館にはもう行かれましたか？私、日野も毎回新しい発見があって楽しんでいますよ。今週のドリームワードはこちら、アットホームなお店。そして本場の〇〇。どっちもヒントが欲しいところなんですが、私のこの嗅覚をもってすれば。それでは元気いっぱい光の森ドリームナビ行ってみよう。週刊光の森ドリームナビ。アットホームなお店っていうドリームワードか、そんな簡単に見つかるはずないよなって。見つかりました。この感じ、この空間、楽しんでお買い物をしていただけるアットホームなお店、晴れの日。お店のこの部分も素敵なディスプレイですよね。遠くからでも分かるような素敵な雰囲気。あ、川越さん見つけた。アットホームなお店ってここ晴れの日さんですよね。あ、日野さん、まるで森の中にあるコテージみたいでしょ。もしかして簡単なドリームワードに苦戦してましたか？いいえ、そんなことありません。でも実は少しちょっと寄り道してました。では晴れの日もじっくりご覧ください。店内にはどれもシンプルでいて手作りのぬくもりのあるアイテムで揃えています。雑貨からお洋服までどれも大人の女性におすすめなんですよ。楽しみながらお買い物ができますね。部屋に飾りたいって思うアイテムもたくさんありますね。私はこの飛び箱小物入れがとても気に入っていますよ。このような遊び心をくすぐるアイテムもあります。日野さんは何か見つかりましたか？私はこの辺り一体お部屋に持って帰りたいぐらいです。お買い上げありがとうございます。南館2階の晴れの日では明るい笑顔いっぱいのスタッフが皆様のお越しをお待ちしております。部屋の広さ、これぐらいだったかな、どれぐらいだったかな、本気だったんですね。暖かい日もちらほらとあって、夏が近づいてきてるなって感じしますよね。冷たい食べ物もたくさん食べたいと思う欲張りな私なんですが、あったかい食べ物も欠かせません。その中の一つに、茹でたて、揚げたて、炊きたて、丸亀製麺。ドリームワードの本場の〇〇って本場の讃岐うどんのことでしょう。 VTR の後半がフードコートってヒント出しすぎですよ。日野さん、お待ちしておりました。お、松本さん、よろしくお願いします。香川県のさぬきって語るなかれ、食べればわかる。では注文方法を実践しましょう。はい。どのうどんがいいですか？じゃあ、あったかいとろたまうどんで。とろたまうどんを一つお願いします。次はトッピングです。お好きなのをお選びください。あー、女子の大好きなイカ天もある。あ、ちくわ天もある。あー、ゲソ天も迷うな。最後にネギにて生産となります。ネギとか天かすのトッピングはこちらに用意しておりますので、お好みの量をトッピングしてください。うわー、楽しみ。ものすごいボリュームですね。どうぞどうぞ。いただきます。
違ってつるんとしてて美味しい食が進みます。うどんの生地は毎日小麦粉から製麺しています。お客様の目の前で麺を茹で、天ぷらも揚げたて、作りたてを提供させていただいています。本場讃岐の味をここ夢タウン光の森でご賞味ください。丸亀製麺は南館2階フードコートです。皆様のご来店お待ちしております。